はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハー、新誠チャンネルの誠です。いつもはこんな感じの、コックコートを着て仙台市太白区富沢のチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですね、とうとうというか予定よりも早くですね、こちら届きましたよ。はい、じゃん、新型 MacBook Pro 16インチ届きました。こちらの方を、紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、新型 MacBook Pro、16インチですね、届いたわけなんですけれども、移行ですね、今まで、MacBook Pro の2012年モデルというのをですね、私はずっと使ってたんですけれども、そこからの移行という形になりますので、まあ、処理が早いとか、まあそういうところね、言ったところでね、まあ当たり前というか、当たり前すぎるほど当たり前なので、そういうふうなことよりかですね、もともとですね、バージョンのですね、古い OS、MacOS からですね、新しいカタリナの MacBook が届いてですね、できなかったことっていうのをですね、ちょっと、お話ししていきたいなというふうに思っています。まあ簡単な話ね、タイムマシンで戻すとかっていうのはやっぱできませんでした。2012年モデルで撮ったバックアップ、タイムマシンで撮ったバックアップをですね、そのまま新しい MacBook Pro の方にですね、16インチの方に戻すというのができるのかなと思ったんですけれども、できないと。型番が一緒だとね、同じパソコンという認識になって、できた記憶があったんですけれども、まあ最新の OS だということもあって、多分それができないと。はい、まあそれができないこと一つ目ですね。はい、まあそもそもまあ多分できないかなっていうふうな部分はあったので、今は一個一個ですね、データの方を移行して、まずとりあえずね、仕事で使えるようにっていうふうなところまで持っていこうかなというふうに今やってるところなんですけれども、まあアプリね、最近はね、ディアクティベーションしてから新しいパソコンに導入してアクティベーションするとかね、結構そういった風な面倒くさい作業の方が出てくるソフトが結構多いので、まあそれがちょっとまあ面倒かなという風なところではありますけれども、まあただただね、早いとね、いう話になってしまいがちかと思うんですけれども、まあ2012年モデルですから、7年越しですかね、7年越しに購入した MacBook になりますから、早いというふうな意味でいけば本当早いんですけれども、まずはね、大きく変わったっていうふうに言われている、まあモニターですね、モニター部分、液晶部分ですけれども、そうですね、慣れますね、すぐに慣れちゃいます。実際に今並べてデータ移行を行っているんですけれども、並べてデータ移行してるとやっぱり、あ、大きいな、16インチ大きいなっていう気しますけど、慣れますね、多分すぐ慣れます。iPhone どころじゃない、大きさの差、本当に微妙な差なので、多分すぐ慣れちゃうと思います。で、もう一つ、キーボードですね。キーボードは、2012年モデルからだとそれほど大きく変わらないのかなというふうに思ってたんですけれども、変わったのが確か2016年モデルから、あまり良くないというふうに言われている、キーボードに変わったって、でそれから、今回の最新のキーボードに、まあ、最新のキーボードというか、機構はその2016年以前のモデル と,、似たようなモデル、似たような機構を使った、キーボードに戻ったというふうな、イメージなんですけれども、まあ、とは言ってもやっぱり2012年モデルよりも音が静かな感じですね、印象です。ただこれも並べてるからという感じで、2012年モデルだと結構パチ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 という音が、する感じです。キーボードを叩いているとですね、いくら静かに叩こうとしても、まあ、パチンという感じの音がするという、まあ、イメージ、結構音が高いイメージですね。
ただ、新しい MacBook Pro 16インチの方に関しては、こちらの方はですね、なんと言ったらいいのか、コツンと言ったらいいのか、ちょっと1段階2段階ぐらいちょっとですね低めの音になっている分、静かというふうな印象になるのかなと思います。ただこれも多分慣れますね。慣れてしまえばそれほど差があるかって言われると、静音性っていう意味でもあまりすごい違いがありますっていうふうにはまあ言えないかなというふうに思います。許容範囲と言ったらいいのか、まあまあこんなもんかなというふうな感じの印象でした。別に悪いって言ったわけじゃなくてとても良いんですけれども、ただなんと言ったらいいのか、こうもう突き抜けて飛び抜けていいっていう部分ではなかったです。だったら、MacBook Pro ただただ最新の、CPU が搭載されて、最新の GPU 搭載されて、それで、速くなりました、はい終わりということではなくですね、これは完全なる伏兵だったんですけれども、スピーカーが非常にいいです。これはですね、もう今までも何台もノートパソコンを若い頃から使ってきてますけれども、どんなに分厚かったノートパソコンであっても、多分最高峰、ノートパソコン最高峰というふうに言ってしまってもいいんじゃないかなというふうに思える、スピーカーでした。はい、これに関してはもう2012年モデルとの違いがあまりにも明らかすぎて、もう笑っちゃうぐらい音がいいというふうな感じでした。まあですね、私も YouTube 大好きです。はい、YouTube 大好きで YouTube よく見るんですけれども、 YouTuber さんのその音の設定って皆さんまちまちで、この人の声は聞こえやすいけどこの人の声はちょっと聞こえにくいとか、この人が撮ってる音だと音量が8ぐらいでいいのに、この人のやつ動画流すときは10でもちょっと音足りないかなとかいうふうになる場合があって、私は基本的に YouTube を仕事しながらとかね、ちょっと仕込みしながら聞こうかなとかっていうふうに、まあ、聞いたり見たりとかっていうふうなことをするときは外部のスピーカーをですね必ずつけていたり、あとは Bluetooth の、ヘッドホンとかですねをつけて、ヘッドホンとかイヤホンとかつけてそのままね仕込みしたりとかっていうふうな感じで使ってたんですけれども、もう外部スピーカーはいらないです。外部スピーカーいらないです。これはもうMacBook Pro 最新型の MacBook Pro 16インチモデルを購入した方は、購入しようと思っている方は外部スピーカーとかもう一切考えなくていい、そのぐらいの音です。何がどのぐらいいいかっていうのはもうまあこれに関しては聞いてもらうしかないっていうところではあるんですね。なのでまあ、手に触れる機会があったらキーボード、モニターどうでもいいです。その2つはねもうどうでもいいと思ってください。まあ触ればすぐ分かることなんで絶対にそれで試してもらいたいのは音楽を流すことです。音楽流してみた瞬間に全然違うわっていうふうに分かっちゃう、そんな感じの、MacBook Pro 新型16インチモデル、スピーカーがもう全然違うというふうに言っていいレベルになっていました。はい、まだまだね設定中なのでこれからもっともっと細かいところをお話していきたいと思いますけれども、あまりにもねスピーカーが良すぎたためですね、スピーカーがめちゃくちゃいいというですね、動画を1本撮ってみました。
はい、ということで、本日の、新誠チャンネルこちらの方で終了となります。もしね、ためになったとかね、ちょっと面白かったという方、ぜひグッドボタン押していただければと思いますし、チャンネル登録していただければ本当に嬉しく思います。それではですね、また別の動画でお会いしましょう。それでは。